ねえよもぎちゃん、カムラの里の名物に名物を混ぜたら最高の名物ができると思わないか。だから君のお団子にかきりむしを混ぜよう。あとガルク上半身、腹部、後ろ足、そして尻、この主青柱、イベント主青柱、最強のこのモンスターに、ここにちょっと心眼をぶち込んでいく構成で戦っていこうという、今回はそういう魂胆ですので、装備の方をご説明していこうと思います。双剣大名槌、これ防御力ボーナスを30追加することによって防御力を非常にカバーできるといった、そういった大名槌の双剣になっています。そして炎の不眼水波、水波かがち S 水波、それから観覧の五石は鈍器使いということでね、今回は毒属性と心眼を使ってこいつによリベンジしていこうと思いますよ。主青柱10代事変、もう結構3回目ぐらいですね、動画にするのもね。でも強いから仕方がない。というわけでこの毒心眼鈍器でやっていこうと思いますよ。待ってろ、あわしら。今、お前さんの足をズッパズッパと切ってくれようぞ。というわけでね、簡単に構成を説明していこうと思います。心眼というスキル、ライズをね、がっつりやり込んでいない人にとってあんまり聞き慣れていないかもしれませんけども、これ、モンスターの肉質というものがございます。まあ、こういったモンスターに部位と肉質ってあるよね。この数字がある一定の値以下だった時に、対応した色のゲージ、切れ味の色のゲージが火力が上がるっていうね。まあ、そんな感じですね。簡単に言うとそんな、ちょっと難しい、ややこしいので、ね、まあ、気にしなくてもいいですけども。まあ、とりあえず、硬ければ硬いほど、硬い部位ほどダメージが与えられるスキルだと思っていただければよし。そして、緑色のゲージの状態で火力が上がる、鈍器使いを乗せてきているといったところでございますな。この装備にプラス毒をつけることによって、この主青柱の、まあ、さっき、肉質を見せましたけども、40以下の部位。ここを殴り続けることによって、うまく楽に倒せるんではないかなと。そういう試みなわけですけども、説明をしていて、公開グレード等々を飲むの忘れていた、蜂蜜もどきを、あそこで探している間にちょっと強化しておこう。許可させてください。お願いします。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫、大丈夫。いやー、気づかれている。気づかれている。ついでにこんがり魚を、お前の前で酒を美味しそうに食ってやるぜ。というわけで、まず、ゲージが白なんで、この状態だと、まあ、尻にダメージが入りやすいっていうよりも、尻がちょっと柔らかくなるっていうぐらいですね。なんで、基本的にはこの装備構成でも弱点である腕を、ダメージがでかい！ダメージがでかい！危ない！耐震も今回はつけていない！大丈夫。まだだ。まだ始まったばかりだ。そして、このペット二人にも毒をつけてきてるんでね。毒に関しては最強と。お前すごいね。爪する隙間も与えないね。お前さん、そんなに厳しい子に育てられ、育った記憶はあるのかい？で、双剣には唯一無敵技、おぼろがけっていうのがありますから、このおぼろがけで、モンスターの後ろに回り込む。そして、尻あたりを切る。こいつで、やっていこう。あいうし、こっち向いたら即、即ね、この足元に逃げ込んでいく。おらららら！あ、もう、見て、14ダメージ。この毒ダメージ、14ダメージ。ライズの毒はね、蓄積が重なって入るんですね。なんで、今毒が入ってるけども、もう次の蓄積が始まってるんで、まあ簡単に言うと、二重の蓄積を続ければ、永遠に毒にすることができる。そして、秒間14ダメージというダメージが出ますんで、この青柱の体力、主青柱の体力、強化5体だから、ちょっと体力どれぐらい上がってるかわかんないけど、おそらくね、16,000、で、弱いの声がうまく発動すれば15,000ぐらいだから、まあ、せいぜいその 1.1 倍ぐらいって考えると、約1000秒で毒のみのダメージでね、1000秒で弱るんですよ。でも、ってことは、その毒のダメージの半分でも3分の1でも殴ることができれば、毒にすることをね、前提として、数少ないアタック量で、こいつを削れるんではないかということで、まあ、とりあえずきっちり、かきりむしを取っていこうか。じゃあ、こっから、本格的にバトルしていこうか。とりあえずこいつは空部と相性が悪いからな。でも一応空部の方が使いやすいから空部を持ってきている。引っ叩かれていくスタイル。なんで、なるべく毒ダメージに今回ただ頼った殴りダメージよりもね、戦い方でやっていこう。さあ見せてもらおうか。こっち向いたらもうこれ、おぼろがけだ。お尻の方に走っていく。そして引っ叩く。
あ、でもまああれだな、まあでもいいか。なんだっけ、通常の鬼人化の方が足が速くなるから、そっちの方が戦いやすいかもしれないね。毒ダメージに頼るならね。こっちを向いたらもうこの当たるも当たろうが当たるまいがこいつで、青足の後ろに離れて、場所悪いな。場所が悪いな。何ですデコボコしたところを試むんです。その木の上にあなたのお家があるんですか。あなたのマウスハウスが、あなたのハウスがそこにあるんですか。で、大事なのはね、マジ。待って。HP を絶対にある程度キープしておきたいんで、こんがり魚は結構大事だね。ミリ削られた状態、ちょっとカスダメで削られた状態で戦い続けると、マジで即死になるからね。これを使って、そしてこっちを向いたらもうカウンターを入れていく。そして尻尾、こいつの攻撃当たらない部分でちょっと癖があるな。真後ろだと当たんないんだけどな。で、空振しちゃうとな、着地際が非常に危険だから、なるべく空振したくない。さあ、調子を取り戻していけ。調子を、リズムをな。痛い！リズムを取り戻しているのはあいつの方だ。お尻を叩く。あばい！ピュアタピュアタ助けて！イェイ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 ！あ、ナイス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 ！あ、ぶねえ。全然間に合ってなかったけど。とりあえずな、形だけでもな、主人への忠誠心を示したと。ちょ、待ってよ。もう回復させてくださいよ。もうとりあえず攻撃まだ攻撃回数が少なすぎて緑ゲージにもなってない。緑ゲージになんなきゃ意味がないんだよ。こいつで後ろに回り込み、落ち着いていこう。お尻ソロ、緑色ゲージにならないと足に対するダメージ上がんないから、ここでね、前に回ってもよかったけど、くそー、振り返り攻撃が全然見切れない。どうして、なんでだ。恐ろしく早い振り返り、俺でなきゃ見逃しちゃうね。でもまあ14ダメージがそくそく入っているんで、私が思っているよりはダメージが入っているはずだ。結構すごいでしょ。パシンパシンパシンってね。蜂蜜食ってんじゃねえ。蜂蜜を食って、いや、ずっと食っててください。蜂蜜をずっと食っててください。どっせ蜂蜜をどんどん食って、どれくらい回復するか知らないけど。よーし、緑ゲージが来た。これで足に鈍器と心眼が両方発動し、その火力タリア 1.5倍近いダメージが出るはずだ。もともとが硬いからね、数値としてはそんなに出ませんけど、これでだいぶ足を殴りやすくなる。そう、攻撃モーションが来たら、まだゲージがない、かきり虫ゲージがないじゃないか。かきり虫ゲージと一緒にこのスタミナを回復していく。この両方がないでは何も。ドン、後ろに回り込み、そして血腹筋を叩いていく。血には心眼は入らないけども、心眼は一応入るけども、まあ、効果的ではないけども、この通り足をメインとして殴っていく。で、後ろを振り返る瞬間をしっかり確認し、火だめしていく。思った以上に、ちょっと待って、お前ほんとそれすごいな、追尾力な、追尾力といい、なんか攻撃カバー範囲といいね。何です、やった、避けろ、避けろフリーザ。いや、後ろに回り込むこと。追っかけ回してるためだから、カウンターで後ろに回り込んで、尻を叩く。そしてこっち向いたらもうすぐにこの、おぼろがけをしていく。そして攻撃の終わりに、この尻を叩いていく。なんかこいつ戦い方、赤狼のゲンちゃんっぽいな。この敵の攻撃を全部避け切った後に、お尻側に回るのゲンちゃんっぽいな。さあ、行くぞ。赤狼やったことがある人にしかわからないネタを入れたところで、これね、この感じね。青柱がこっち向いた後ろに下がりますよっていう、その流れをうまくやれないと、この通り半端な立ち位置になっちゃうから、ちょっともう回復力ないやんけ。今回いくらでも被弾しすぎやろ。まあでもいいでしょう、大事なのはそこからよ。これで後ろに回り込む。逆に飛び道具がないからね、こっちに来ることは分かりきっているから、これで後ろに回り込む。そして倒れたら前足、まあどこでもいいですね。毒が入ればいいんでね。まあ、でも前足を破壊して火力を上げておくのもまた一興で、こっち向いてるからこの通りダメージが入らなくてもいい。ただ方向でいなされてしまった。こっちもう一回向くんじゃねえのか。こっち向くんじゃねえ、大丈夫か。尻を叩いていく。おっと、逃げる予定か。逃げないね。こっち向いた。こっちを向いたら、お互いにこっちを向いてしまった。だが疲れている、今のうちにダメージを稼いでおきたい。そしてこっち向いた。あっと、間に合わなかった。この攻撃、そう、あいやー、やはり双剣で気をつけなければいけないのは、この攻撃終わりまで
攻撃終わりまでのモーションが続いているときは、まあ、攻撃ができないっていうね、回避もできないっていうね、そこにやはり重点を置いて気をつける必要があるといったところだ。これに気をつけられなければ双剣を使っていると必ず、まあ、地獄を見てしまうっていうね、そういう言い伝えがある。というわけでキャンプに戻ったんでね、また白になってしまったが、まあいいんですよ。さっきちょっと説明間違えたな。白ゲージでも、いや合ってたな何の話だ、もうよくわかりませんね。まあ心眼の話はさっきので合ってるでしょう。さて行くぞ、だいや行くぞ行くぞじゃねえ、ダメージを大量に食らっている。なんでこのミリの時はこのこんがり魚を食っておきたい。こいつでミリ削りからの即死を防ぎたい。そしてなんかあるか、回復薬でしっかり回復しておこう。でこっちを向いたらカウンター、そして後ろからパンチ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 、こっちを向いたらカウン、そして後ろに回りながら後ろに回りながらシベ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 。ただ待てよ、かけり虫がまだ回復していない。そしてこっち向いた、そうこのね、相手の正面、危ない、正面で攻撃を続けてしまうと刺身魚になってしまうからな。でこいつ離れた時の追尾が半端ないからね、割とこの状態から後ろに回り込むっていうのがね難しいんですけど、これね、これよ、向かい合っていなくても最初から後ろにいるとこいつは振り返り攻撃をどうやらしてくるようだ。なのでなんだったらこっちを向いて攻撃誘発させてから後ろを取る。でもこれだとまた振り返り攻撃来そうだな。大丈夫か、振り返り攻撃来なかった。よし行くぞ、ベシ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 、でそうこうやって調子に乗って空部とかで追撃を受けるから俺は毎回死んでいるんだ、落ちているんだ。待ってください。よー疲れちまったな、疲れちまったらよ。フルで攻撃でこっち向いて立ち上がったから、いや、あいったこの攻撃だけは生きることができない。そしてこの攻撃はもうあれか、後ろに回るではダメなのか。いいか、あいよしよし、うまいこと、いい感じによろけを取った。でこれだよね、これを毎回やってるとどっかで事故るんだよ。来い、かかってこい。それはダメです。飛び道具持っとるやんけ、お前飛び道具持ってるやんけ。さあちょっと待って、はい、尻尾じゃない、足、いいよ、カウント、あーどうする、カウンターで後ろに回り込み、これか、長い、後ろに回り込み、足を切る。でもまあ正面にいるよりはこれだ、いやナイス、どっちか知らんけど、後でチャオチュールをやろうな。ガルクでもチャオチュールだ。そしてここで気をつける、お疲れているのか、どうしたん、どうしました、疲れてしまったのか、こいつよく疲れるな。疲れると蜂蜜による競争需要を狙ってくるというわけが、お毒入ってますね、いいね。敵の場所もモンスターの場所も分かり、そしてどこ行った、あいつ、あっちか、マップを見ないと結局分からなかったが、さあ広いところにやってきた。さあ美味しい紫色の蜂蜜はどうですか、ちょっと逃げるんですか、待って、それはずり、あ、でもなんか、めっちゃ疲れてんな。おら、どうした、あれですか、疲労困憊ですか、毒による疲労困憊になっちゃいましたか。はい、後ろに回り込む。うわ、後ろに回り、でも後ろに、そしてケツを叩く。いいダメージだ。なんやかんや言って、ケツと足はだいぶ肉質が硬いはずだけども、これで毒ダメージと合わせると、普通にいい火力出て、まさか後ろに対しての攻撃がこんなに激しいとは。だが、そのダメージでは大丈夫。さあ、後ろに回り込む。後ろに回り込んで、お尻を叩く。おっと待て、気をつけろ、お尻を叩く、ドンキ心眼尻。そして倒れたところに、ドンキ心眼尻。お前さんの、新しい世界を俺が開く、これがドンキ新幹尻だ。めっちゃこいつなんか動きに統一性がないな。なんか近接攻撃バリバリ狙ってくると思ったら急に逃げ回ったりしますね。なんかもうそういうモーションがあんのかな。さ正面になったからここでこいつ迎え撃つ。でもこれでまたこっち向いちゃってるから後ろを取りに行きたい。後ろを取るまではちょっとじっくりがっつり待とう。やったー。さあ、尻尾、ひっぱたく。お前の短い尻尾と後ろ足をひたすらに引っぱたいて、向かい合っちゃいましたね。向かい合った、目と目が合った瞬間が、おぼろがけの始まりだよ。やばー、これよ。もうちょっと毒を入れたいところだ。はい、どっこいしょ。待って、まだ抜刀してない。よいしょ。危なかったぞ。
やった、その引くの何なの。あ、俺が逃げてるように見えたのこれか。向かい合った瞬間、目と目が合った瞬間、いやー気をつけて気をつけて。じゃ尻に、あらあら、クーブダメ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 クーブやるとこうやってクーブの跡が続かなくなっちゃうから、それよりも毒ダメージを与えることを優先するんだ。ただこいつあれだな、ペットがいると一気に戦いにくくなるな。戦いにくいっていうか動きがね乱雑になっていくから、非常に戦い、よし毒入った、毒入ったよ。そしたら足をひたすら切る、そしてそしてこれ、それか、だが後ろは取ったぞ、後ろを取った。で削られていく、細かいダメージを削られていく、こぼれてた、よいしょ。でそして足を叩く、こいつ足叩くとなんかよくよろけるな。危ないな。勝てないのか俺は。またしても勝てないというのか。勝てるはずだ。もしかしてこいつの後ろに回り込むのって握手なのでは。もしやそれすらこいつによるフェイク、後ろに回り込むことが握手なのでは。どうだろうか、後ろに回ること自体はいいのか。なんか後ろに対する攻撃が非常に激しい。まあ攻撃力のダメージではめられるってことは少なくなるけど、単発によるカウンターが結構激しいんですよ。逃がさんぞ、もう弱っているではないか。お待ちなさい、じゃんけんポン。さあでもまあもう俺は牛を取ること以外に戦法が思いつかん。いいぞ。ただ足を攻撃するとやったらめったら転ぶ気がするな。そんなことないのかな、そんなもんなんですかね。あ、押せた、お疲れ様です。だいぶ時間かかったし2オツしたけどね。まあ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 、初見フル装備で3オツした男がこの装備で普段狙わない足を狙って倒せたといったところにね、これまた一つあるんじゃないんですか。これ毒は結構やっぱ救済力高いんじゃないの、近接としての。言うて鉄鋼榴弾で私行ったら結局被弾するから死ぬんだよね、落ちるんだよね。すごい絵柄だ。すごい絵柄だな。さて報酬は、まあ報酬はまあもう出てるからね、瓜源樹等々。うわー、百竜撃退なんかシガー9が3枚か、結構多いな。20分かかっておりました。まあちょっと途中解説とかもあったけども、まあ20分弱ってところでしょう。ざっとした装備は先ほど見せたので、スキルの方から見せていくと、見切り7、弱点特攻をね、あまり使わないというか、弱点特攻部位に攻撃しないスタイルなんだよね。見切り7をメインとしてます。そして防御5、これが結構大きいよね。防御5ともなると、防御力 1.08 倍がついて、防御力プラス20。で、全属性耐性プラス3に、なんだっけ、名槌双剣の百竜スキル防御プラス30がついてるんで、だいぶ硬くなりますね。これ全身、この状態で、どんぐらいだろうな。薬も込み込みで、バルファルク一式よりも、全然硬くなるかな。うん。で、毒属性強化はぜひともつけておきたいところ。これはつけるならレベル3。でも、まあ、これぐらい強い武器だったらレベル2でもいけるかな。ほとんど毒状態だったしね。他の武器種でも、毒の値によってここ調整ですかね。大体の武器はレベル3にした方がいいと思うけど。で、心眼レベル3。まあ、さっきのスタイルだったらば、ぜひともつけておきたいところ。すごいですね。100% の確率で弾かれず、硬い部位のダメージが 1.3 倍だから、足に対して、足と、尻尾に対して、1.3 倍だったんだね。で、ドンキ使い、レベル3、切れ味が緑色以下の時に 1.1 倍と。で、これ、霞川の恩恵、モンスターに与える毒の効果時間を高めると。これ、3部位つけなきゃいけないから、ちょっとここが重いけどね。で、回避。で、気絶耐性なんかはね、5石があればつけてほしいといったとこですね。私何の、あ、ドンキ使い3の5石を使ってるのか。まあ、装備はこんな感じでございます。外せるスキルとしては、まあ、言うたら見切りですかね。硬い部位を殴っているんで、会心レベル7とはいえ、そこまでものすごい期待できない。毒で全然カバーできるぐらいの火力なんで、外すとしたら見切りかな。といったところ、というわけで、まあとりあえず動画で初めて主青柱重大事変版倒せたんじゃないですか。リベンジ完了ということで、誰も知らない狩人イカレタコスケでした。
ティユ。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。